キアです。今日は久しぶりに編み物しながらの動画になります。編んでいるものはですね、忍者猫のニンニンクラブというチャンネルをされている忍者猫さん、インスタグラムでは愛さんとしてね、あの活動されてる方の、ニンネコ忍びソックスを編んでおります。なんかあのまゆみさんの動画、靴底にたまゆみさんのね動画にも載っておるいたりとか、載せておられたりとか、あといろんな方がインスタグラムで今編んだ様子とかのね写真をアップされているんですけど、なかなかあの形もね可愛らしくておしゃれで、でその糸によってまた雰囲気もちょっとだいぶ違うようなあのイメージに見えますよね。で編んでて、今実は片方編み上がったんですけど、編んでいてねとっても楽しくあの編むことができましたね。つま先部分というか、あの足が出るタイプ、足の指が出るタイプの形なんですけれども、あのそこの編み方部分も、すごいって、こんな感じで編めるんだってちょっとびっくりしながら、あのこういう編み方をね考えついていろいろあの工夫してみられるから、やっぱり愛さんもねはじめあのそういうこうなんていうんですか、クリエイターさんというか、すごいなあ編み物作家さんって本当に思います。私は全く考えがつかないような編み方だったので、で、その愛さんのねレシピを文字で書いてあるんですけど、でそれをこう見ながらずっと編んでいて、一体全体どんな仕組みになっているかとか、こう全然考えずにね文字の通りに編んでたら、その通りに、ね、ものすごくこうあの簡単に編むことができました。その愛さんトングソックス、足のね指部分だけというか、あの先の部分だけというかね、そういうのもこう、そこから派生しての忍びソックスだったのかもしれないんですけれども、とっても楽しく編ましてもらっていて、なんかそういうこうね自分で考えもせずにこんな素敵な靴下を編ませてもらえるなんてね、本当に作家さん様様な感じですね。で、あ、そうそう、私が今日使っている糸と針のご紹介をしますと、よいしょ、糸はですね、これは前実は息子の靴下にも使った糸で、ちょっともう巻いちゃったんですけど、あのニッティングバードさんの1518、なんか雨土とかあったけど、ちょっとその辺がよく私が覚えてなくて、こういう引き揃えの1518を使っております。こんな感じですね。で編み地は今これは、3目1目のゴム編みみたいな感じなんですけど、こういうちょっとこう太い部分、色のついた部分がポコポコ出てくるような編み地です。またあの片方も出来上がってるんですが、もう片方これがね完成したら一緒にまたお知らせしようかなと思います。あ、それと今日はもう一つお知らせしたいものがというかね、実は素敵瓶っていうんですか、あのこれもさっきはからあのこの忍びソックスの発案者でもある愛さんからの素敵瓶を実はいただいちゃったんですよ。で、あの私前にねこうプレゼント企画した時にこう住所のねやり取りとかをこうあんまり
するつもりがないんですっていう風な形を言っていたら、愛さんからも匿名発送でさせてくださいって言ってくださって、匿名発送ってね、配送かな、匿名配送って手数料がね別にかかっちゃうから、もう本当に送料が多分結構な割高になっちゃったんじゃないかなって、本当に申し訳ないなと思うんですけど、ちょっともう遠慮なしにありがたくいただいちゃいました。で、箱をちょっとまだね実は開けていないので、ちょっと開けてみますね。あ、開けるというかその開く前にちょっと見てください。じゃーん、ニャマゾン忍者猫さんですね、アイさん。ニャマゾンから来たのにこれがかぶさってるんです。どう思いますか、これ綺麗に剥げるのかな。これアイさんがね、この忍猫ちゃんを描いてくれてるんですよ。これにかぶせる、ヤマトさんってちょっと思ったりしながら、こうちょっと上げるかな、ちょっと取りました、ニャマゾンから届きましたよ。いやー、ずれたずれたずれた、かわいいが書いてある、ちょっと破れそうだよ。まあね、あの荷物の会社の方も忙しいからここまで気が使えないかな。よいしょ、あー出てきました、よかった、無事に出てきて、ニャマゾンから届きました。アイさん絵心ありますね。はい、ということでちょっと開封を、あんまり綺麗ではないですが、開封をしたいと思います。なんか、なんかわいい、見てください。かわいすぎる、入ってますよ。私フクロウが好きっていう話したかな、どこかに、どこかで。私ね、あのフクロウってあのほらフクロウ苦労しないみたいな意味あるじゃないですか。だからフクロウがすごい好きで、見てください、フクロウ入ってる。私そんな話しましたっけね。うわあ、ありがとうございます。なんか入れ替えられてるよ。あ、なにこれ、すごい、洋菓子博っていうところにコーヒードリップバッグコーヒーって書いてありますよ。嬉しい、嬉しいね、すごい。これ、これ最後、これ最後に、これはじゃん、お菓子、お菓子、しかもこんな袋に入れてくださって、お菓子いただいちゃいました。あ、これはクッキーですね。これはね、あの確実に娘に取られるパターンですね。わあ、娘に、あ、これあのさっきのコーヒーの会社さんと同じところのあのお菓子かな。あー、これは絶対娘に1個取られちゃうから、ちょっと子供たちとは結構したいけど、子供たちに多分ほぼほぼ取られてしまうお菓子のお菓子たちでしょう。私の口に1枚入ればよしとしないといけませんね。ありがとうございます。そしてですね、これ見てください。じゃん、わかります、ちょっと光ってますが、なんかこのショップカードもかわいいな。開けてみる、ちょっとガサガサ言いますよ。これあのインスタでね見られた方もいらっしゃるかもしれませんね、愛さんのインスタで。愛さんの染められた、藍染めされた毛糸です。いい色、藍の色はやっぱり自然で、ちょっとね藍さんがムラがあるんですっておっしゃって、っていうかすごい巻き方がめちゃくちゃ綺麗ね、あのムラがあるんですって言われたけど、このムラがねいいんですよ。でまたやっぱ自然の藍って綺麗な色なんですね。
藍染めの毛糸をねもらってくださいませんかって声をかけてくださったんですよ。これで何編みますか。自分の靴下ですよね。確実に私藍の色というか自然のねそういう草木染めとかねああいう色、優しい色ですよね。この村なんかはねこれはね確実に味ですよね。あのこういうのがあるからなんかこの毛糸がなんか生き生き見えるじゃないですか。この手染めの糸ってね。でそして何一つというかどれ一つとってもおそらく同じではない染まり方をしててね個性があるっていう感じですよね。あ、じゃあ見えてた、ごめんなさい、あの愛さんごめんなさい、こうやって置いてずっとメッセージが見えてた。マルヒアさんいつも仲良くありがとうございます。色落ち注意、あ、色落ちなんか気にしませんよ、編み編みしてください、させていただきます、ありがとうございます。ねえ、ちょっとね、カメラ越しでこの綺麗な色が見えるかな。またこれでね、編んだ作品もちょっとどこかで発表できるかな。インスタグラムにあげるかもわかりません。ありがとうございます、愛さん。また、あの愛さんともね仲良くさせていただいているので私からも何かこういつかいい織りができると愛さんにお渡ししたいな、送りつけたいななんて思っている今日この頃で修行中です。はい、ということで今日は素敵瓶、素敵瓶っていう名前ね、あのよく愛さんとかもね使われてるんですけどいい名前ですよね、のご紹介でした。愛さんありがとう、また編んで紹介しますね。このお菓子が私の口に入りますように。はい、ではまた。